皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、正の数負の数の4回目、今回は正負の数の加法について4つのパターンに分けて説明していきます。足し算のことを、ここにありますように加法と言います。そしてその計算の答え、その計算の結果ですね、これのことを和、ね、こういうふうに呼びます。では一つ目のパターンです。正の数、足す正の数の場合ですね、括弧1、プラス3、足すプラス5、これまず数直線を使ってどう考えたらいいかを説明します。まず起点となるのがプラス3です。0、1、2、3、ここですね。プラス3、足すプラス5というのはプラス3から正の方向に5いった数はいくつですかと聞いているんですね。ですからこのプラス3から1、2、3、4、5と、ここですね。ここはプラス8ですから答えはプラス8、こうなります。この計算は絶対値の和で足し算の答えに共通する符号、これは正の数ですからプラスの符号がついていますから、これプラスの符号をつけて計算します。絶対値覚えてますか？0からのその数字の距離でしたけれど、もっと簡単に言ったらプラスマイナスの符号を取った数字だけのこと、これを絶対値と言いました。ですからプラス3の絶対値は3、プラス5の絶対値は5ですから、3たす5をやって共通している符号プラスをつけている、だからプラス8となるわけですね。同じように括弧2番をやるとプラス12たすプラス4、共通している符号はプラスですから、まずプラスを書いて絶対値12と4を足します。16ですね。ですから答えはプラス16、このようになるわけです。次は負の数足す正の数です。括弧3、マイナス2足すプラス6、数直線で同じように考えると、まず起点となるのはマイナス2ですね。マイナス1、マイナス2、ここですね。これから正の方向に6移動したところはどこかと聞いているので、ここから1、2、3、4、5、6移動したところはここですね、プラス4になります。ですからこの答えはプラス4となるんですね。じゃあこの4はどこから出てきたかというと、実は、ね、この6と2を引き算しているんですね。このように負の数と正の数ね、この足し算を計算するときにはこの絶対値の引き算ですから、引き算の答えを差と言います。この差に絶対値の大きい方の符号をつけます。マイナス2とプラス6だと絶対値が大きいのはプラス6の方ですからね。ですからプラスの符号がついているということです。そして差を取ると、大きい方から小さい方を引きます。6-2をやると4なのでプラス4が答えになるということです。同じように括弧4番考えていますね。マイナス8足すプラス1です。絶対値を見ると8と1ですよね。どっちが大きいかといったら8の方が大きい。8の方についている符号は負の符号マイナスですから、これをマイナスと書いて、あとは絶対値の大きい方から小さい方を引き算します。8-1、7ですね。ですからこの答えはマイナス7、このようになります。次は負の数足す負の数に移ります。負の数足す負の数の場合はどうでしょう。括弧5、マイナス2足すマイナス3、やはり数直線を使って考えてみます。まず起点となるのはマイナス2ですね。マイナス2はここです。
マイナス2足すマイナス3というのは負の方向に3いった数、これはいくつですかということですから、負の方向に1、2、3といくところですね。ですからマイナス5になります。ですからこの答えマイナス5ですね。マイナス1足すマイナス3の答えがマイナス5と、この計算は絶対値の和、絶対値というのは符号を取った数字の部分ですね。この和2足す3ですね、5になりますよね。それに共通するこれ負の数同士ですからマイナスの符号、これをつけます。ですからマイナス5ってなるんですね。6番も同じように考えてやります。マイナス7足すマイナス9、共通の符号はマイナスですからマイナスをつけて絶対値7と9を足し算すると16で、マイナス16というのが6番の答えです。次は正の数足す負の数の場合です。カッコ7プラス6足すマイナス4、同じように数直線で考えるとまずプラス6ここですね、ここから足すマイナス4というのは負の方向に4いったところということですから1、2、3、4、ここですねとプラスの2です、ね、この答えはプラスの2ということになりますね。この正の数足す負の数、この場合は絶対値の差、絶対値はプラス6は6、マイナス4は4ですね。これを大きい方から小さい方引き算します。6引く4をやると2ですね。そしてそれに絶対値の大きい方の符号をつける。絶対値は6の方が大きいですよね。6についてのはプラスですからプラスの符号をつけてプラス2、これが答えになるわけです。同じように8番をやってみるとプラス5足すマイナス13、絶対値を見ると5と13、13の方が大きいですね。13の方についている符号はマイナスですからマイナス、そして絶対値は引き算、大きい方から小さい方を引く、13引く5をやると8なので答えはマイナス8と、こうなるわけです。今回4つに分けて説明しましたけれど、答えの出し方もう気づいた人はいますよね。2種類しかないんですね。どういうことかと、まとめの1では同符号、ね、プラスとプラス、マイナスとマイナス、この2つの数の和は絶対値の和、これに共通の符号をつけると。正の数、足す正の数だったらその数字を足し算して、プラスをつけると。負の数と負の数だったらマイナスの符号をつけて、共通の符号マイナスで、マイナスの符号をつけて数字同士を足し算すると、こういうことです。これに対してまとめの2では異符号、異符号というのはプラスの数とマイナスの数、マイナスの数とプラスの数、こういう場合ですね。この場合この2つの数の和は絶対値の差、引き算の答えですね。この差に絶対値の大きい方の符号をつけると、こうなっています。正の数と負の数、または負の数と正の数、これを足し算するときには絶対値を見て、もし正の数の方が大きかったらプラスの符号をつけると、負の数の方が大きかったらマイナスの符号をつけて数字同士が引き算して答えを出すと、このようになります。今回は正の数負の数の足し算について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。